ウ水イオキタは、日本の実業家。日本マクドナルド最高執行責任者、セガ代表取締役社長、米グルーポン社党アジア統括副社長を経て、現在は、コメダ及びコメダホールディングス代表取締役社長。千葉県インバの江戸幕府天領大官ウス氏である、武家の家系の29代目、丸善石油勤務の父の仕事の関係で声優所の、 あった愛媛県松山市で生まれた。東京都などで育ち、東京都立富士高等学校を経て、戦闘機パイロットを志し入校した、防衛大学校を中退。1983年一橋大学小学部、卒業。同年三和銀行入校。営業を経て、1988年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院、終了。 3は銀行企画部勤務を経て、1993年、セガエンタープライゼス入社。1997年セガ、取締役コンシューマー事業本部副本部長。1999年セガ退社。インターネットバブル下でのベンチャーキャピタルを経て、2002年株式、会社ナイキジャパンエクイプメント部長。2003年株式、会社ナイキジャパン営業リテール統括本部長。 2006年日本マクドナルド株式会社 COO。2007年にセガに再入社し、顧問、専務取締役 AM 統括本部長就任。2008年、里見治セガ社長 CEO 兼 CEOO が、セガサミーホールディングス会長兼社長として、グループ全体の経営に専念するため、セガ社長兼務を辞めて、会長 CEO となったため、その後任として、 セガ代表取締役社長 COO に就任。社長就任時には、社長の指導力を高めるため、統括本部制を廃止し、後事業部後本部を社長の直轄とする組織再編が行われた。セガホールディングズヨーロッパリミテッド CEO、セガホールディングズ USA、インク、チェアマン、セガサミーホールディングス取締役も兼務。 ゲームセンター市場の縮小に伴い値下げ圧力が高まったことを受け、2009年に製造原価を3割削減したアーケードゲーム用システム基盤の新製品リングシリーズを発売。2009年から AM 研究開発本部長を兼務。2012年にセガ社長を退任し、2012年6月1日に米グルーポン社等アジア統括副社長に就任。 2013年7月1日株式会社コメダ代表取締役社長に就任。2014年から株式会社コメダホールディングス代表取締役社長も兼務。同社店舗で身分を隠してアルバイトした経験があり、社長となっても毎週木曜日には6時から9時まで本社1階にある店舗で店員の一人として営業の第一線に立ち徹底した。 現場主義を貫いている。外食産業記者会外食アワード2016、外食事業者部門受賞。2016年、コメダホールディングスを、東京証券取引所一部、及び地元の名古屋証券取引所一部に上場。2018年11月客日多工職、古墳有限講師、等ごと。2019年10月株式会社エチーム、社外取締役。 ありがとうございます。